卵黄の醤油漬けを作ります。本当に簡単に作れますので、卵1個醤油以上。まず卵を割ります。まあ、長ければより濃い味になりますし、5分だと最適に美味しい味で食べれますけども、10分15分でもより濃厚な、卵黄醤油になりますね。間違っても白身は捨てないでください。飲んでください。すいません、僕トレーニーなんで、これねよくねちょっと浮かんじゃうので、この小さく切ったペーパーをこうやると浸からない箇所がなく浸かります。